はい、こんにちは。ダビースタリオンマスターやっていきたいと思います。ゲーム動画でいこうです。はい、ということで前回はですね、一頭、子馬が生まれまして、その母親に引き続き種付けを行いました。春ということで春競馬続きをやっていきたいと思います。さあ、普通八重桜がマーガレットステークスですね。これです。ちょっと状態はどうでしょうかね。ほぼ完璧に近い手出てますね。前走2連勝したんですけど、共同通信杯では敗れました。まあ、牝馬ということで果たしてどうなるか。1番人気が9番ダッシャー55、2番人気が1番ミッキーアイルですね。で、遠心アポロンが3番人気。13番の名称関白が4番人気ということで、結構割れてますね。普通八重桜ちょっとしんどいですね。ミッキーアイルだけか、逃げ馬。まあでも外枠だからな。あんまり逃げたくない。馬体は悪くないとどうも出てます。それ以前にちょっと力がどうなのかっていう問題はありそうですね。さあ7番手あんまり上がってこれない。さてミッキーアイルが相変わらず先頭だが、もう後ろに行ってますね。なかなかミッキーアイルしぶとい競馬をしています。ステンシアポのダッシャ55の前の3頭で決まりですね。残ったかな、ミッキーアイルが。校長って出てます。これで2走発車スタート、まあもう1走ですね。さあ今度は普通トライがニュージーランドトーフィー。スプリングスは残念ながら荒れ出したんで、もしかしたら距離の限界があるのかもしれない。さあニュージーランド逃避行ってみましょう。13全然ダメですね。チェッキーノ7番のチェッキーノが1番人気、11番アルバートドッグが2番人気、その隣12番バンキッシュランが3番人気です。さて先方は逃げ取ってるから別に逃げを変える必要はないかもと言いつつ先行にしてみました。まあでも前行った馬がやっぱり有利ですからね、このゲームは。さて、直線です。まあ控える競馬したものの、ちょっと厳しいですね、さすがに。どんどん下がっていきます。一方、先頭は、チェッキーノ、いや、バッ
バンキッシュランだ。チェッキーノがかわしてゴール。8着でした。さあ再入球です。さあ、これはアーセンはやってきます。調子はいいと出てますね。ただちょっと苦しいかも。おっと、バテできてますと出てます。放牧させましょう。さあ、よくできたがメトロポリタンステークス出走です。オープン特別、一方普通矢桜を立花ステークス。さあ2レース出走です。しかし人気ないですね。1番人気は8番エシアポロン、2番人気4番ミッキーアイル、3番人気が10番トライアンフマーチ、以下エシンリターンズ、レッツゴー霧島と続きます。さあゲートイン完了。スタートですが、下がっていってますね。かなり後ろだ。上がったり下がったりですね。ちょっと厳しそう。さあミケアイルが先頭だ。エンシアポロとミケアイルが並びましたね。さあ一方メトロポリタンステークスですが、3番人気ですね。よくできたわ。1番人気が5番はアルアスナインで、全部グリグリですね。2番人気は11番スマートロビン、こうなってます。そして2ゲーマーはいますね。なのでこのままのレースをしてみたいと思います。さあ大外から、引っかかってんのかな。引っかかってんのかもしれないです。スマートロビンが2番ですか。さあいよいよ東京の直線が待ってます。比較的前まで上がってきてますね。これ結構いいとこまで行ってくれないかな。2頭はどうも抜け出してますね。強い。待ってくれたら面白いが。さあ、アルラスラインが先頭です。4着でしたね、結果的に。まあ、賞金加えて帰ってきただけ、よしとしましょう。
ペレ2走しましたか。放牧ですね。これも2走してます。放牧させます。さあ青葉賞出走ですね。そしてだいぶ重い、プリストラインはどうだったんだろう。さあ、本日最後のレース青葉賞行ってみましょう。デボスが全然ダメですね。スマートオーディンがダントツの一番人気です。ギュスターブ・クラインが2番人気、アドマイア・メインが3番人気、ラストインパクト、トールポピーと続きます。さて先方ですけど、逃げ馬多いけど先行馬が少ないんですよね。なので先行の馬行ってみましょう。東京は距離長いですけどね。二の足がそんなになかったかも。すで3コーナーもう結構いいとこまで上がってるような。でもこっからぐりぐり下がっていくんだろうな。悪くはないけど、ああでも1頭一気に伸びてきてる。強いなアドワイアメイン。なかなか厳しいですね。これ2走走らせました。っていうか結構走らせちゃってますね。さて、というわけで、本日はここまでにしたいと思います。そうですね、またチャンネル登録などよろしくお願いします。関連動画、プレイリストも最後に載せておりますのでよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、説明欄に記載しておりますので、よろしければアクセスしてみてください。ゲーム動画で行こうでした。